県庁前交差点県庁前交差点地図県庁前、交差点は沖縄県那覇市雲寺にある交差点。パレット、雲寺前交差点、または県庁北口交差点と呼ぶ場合もある。1988年までは南西角に那覇警察署があったことから、那覇署前交差点と呼ばれ、同署が予備交差点へ移転した後も1990年まで。 旧那覇所前交差点と呼ばれていたが、翌年1991年に、雲寺再開発事業として、パレット雲寺が完成したのを機に、ようやく名称を変更した。1980年代までは、交差点のそばに、県警本部と那覇所が並んでいたりなど周辺には古い建物が多く、交差点には、歩道橋も設置されたが、1990年代に、 入り現在の県庁舎とパレット雲もの完成で大きく一変した。パレット雲も前の県道は4車線に拡幅され、向かいにあった県警本部と那覇署は移転し変わって県議会旨が置かれた。そして歩道橋は撤去されスクランブル交差点となり、沖縄県で人通りの多い交差点に生まれ変わった。街頭のキャンペーン活動や選挙等の演説も行うようになり、 国際通りの入り口にふさわしいシンボル的な存在となった。那覇市の主要交差点の一つであることから渋滞も目立ち、那覇市内や沖縄本島中部、名護市方面の路線バスの大半が等交差点を通過し、交差点角にバス停が置かれている。2003年には沖縄都市モノレール線が開業し、パレット雲寺そばに県庁前駅が設置された。現在は、 南東角の再開発が進んでいる。東方面の国際通りは、平日17時30分19時が、バス専用道路規制が行われているため、バスタクシー、緊急車両以外の車両の通行が禁止されている。また、毎週日曜12時18時は、トランジットマイルが行われており、すべて車両の乗り入れ禁止されている。また、交差点地下には、県営の駐車場があるが、 国道58号方面から県庁を南口方面のみは地下道を通過して通り抜けも可能。ありがとうございます。